んでヘブンズフィールは当時不良だったの？に対するみんなの反応集を紹介します。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本編へどうぞ。前の二つのシナリオひっくり返したからじゃね。単にセイバートリンが人気すぎたのと映画と違って桜のアレな部分をやたら見せられるからじゃないの？時代が追いついた。どうせ当時のオタがわかってなかっただけだって話がしたいんだろ。そういうやつこそもう一遍ゲームをやってみるべきだ。桜ルートとエリアルートを分けるべきだった。原作の方は詰め込みすぎ。ステイナイトルート、セイバー最高、エクスカリバー最強、UBW ルート、アーチャー最高、ギルガメッシュラスボス最高、ヘブンズフィールルート、セイバー敵の3下？アーチャー即死？ギルガメッシュ？まあこれだよね、順番通りにやらなきゃいけなかったから UBW で最高に盛り上がった後に陰鬱な話になった上、あれだけ正義の味方が間違いなんかじゃないんだよ、と言ってたのに否定する話。ちょっとなーって思うのもやむなし。俺は何これ雰囲気がいきなり変わった何が起きるの？って感じでドキドキして楽しめたが、友人たちから長くてしんどかったと不評でちょっとへこんだな。映画素晴らしかった。むしろなぜ映画は評判良いの？桜のちょくちょくあった嫌な女的描写がほぼ全部カットに加えてバッドエンド展開もないから桜は普通ヒロインになるわけだ。時間的なのとかちょくちょく問題がなかったわけじゃないが素人桜の物語を徹底してやってたしね。ラストのエリアと人形の下りスルッと流したせいで初見組には何がなんだか。イリアに関しては映画2章のオリジナルシーンが良い感じの補完になっててうまいなと思った。正直なとこ昔から目の前で苦しむ女の子一人救えなくて何が正義の味方じゃいって感じだった。当時大人気だったセイバーをかませ犬化させたからなぁ。あとサバが活躍せずに人間たちの物語だったのが少年漫画的なものを期待した人には不評だったのか。当時の人気投票で1位、セイバー、正ヒロイン、2位、トーサカリン、セカンドヒロイン、3位、アーチャー、お前かよ、4位、ライダー、サブヒロイン、5位、イリア、お姉ちゃん、というのが全てを物語ってる。未だに桜を不人気扱いしてる人たちも大概時代遅れだよね。桜がひまる女だったのなんてついででしかないよ。最初に言われてるけど、最初のステイナイトと UBW を前提にした上でどんでん返ししたのがよろしくなかった。むしろエロゲーでこれほどの三部作を作れるのってすごいよね。でも素人の話としてはきちんと蹴りついてよかったよ。ヘブンズフィールは、UBW では最後の VS ギル戦ばかり印象に残ってるけど、面白くはあるけど一番陰鬱で重い話だから見るのにエネルギーがいる。カタロウにももう当時の記憶がほぼないからな。当時から桜エリアヘブンズフィールが一番好きだったよ。ステイナイト、シロウはこういう人間、異常者なんだよ。UBW、異常者だけど、理想を貫いて良いんだよ。ヘブンズフィール、異常者が普通の人間になるには、ここまでしなきゃいけないんだよ。って話だからね。ステイナイトと UBW に思い入れが強い人はヘブンズフィールが受け入れがたいわな。ゲーム、18金版化した妹もそうだったし、一押しは試験？俺はヘブンズフィールが一番。皆さんはなんでヘブンズフィールは当時不評だったの？に対してどう思いましたか？コメントで教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。